すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております、リンゴルフ竹内です。今日私が出てきているのは、重大発表がありまして、隣にいらっしゃる西畑萌香選手をリンゴルフで応援したいなと思いまして発表したいと思います。ことのいきさつはですね、昨年私がたまたまミッションヒルズカントリークラブで友達と合宿をしていましたが、その時期がたまたま USLPGA の Q スクールのファーストステージと重なりまして、たまたまその会場でプレーしているプレーをする前に萌香選手にナンパされまして、その時は合ってる声をかけられまして、お話をしたところ、日本ではなくアメリカで、挑戦したいということで、その夢をぜひリンゴルフで、応援させてくださいという話をして、その後何回か話しながら、萌香選手から、アメリカのエプソンツアーの、成績および、全米いろいろな州で、トーナメントが行われるので、その各、州場所の、いろんな情報、それから一緒に回ってる、ツアー選手の、まあ、友達になったらその友達その他、をご紹介していただきながら、エプソンツアーとはどんなものなのかっていうのを、リンゴルファミリーとして、レポートしてもらえたらなと思い、今回の、リンゴルフフューチャーズトーナメントにも、参加していただき、今年1年リンゴルフファミリーとして、頑張ってもらいたいと思います。ということで、親父は早く消えたいと思いますので、純ちゃんに質問攻めをしていただいて、萌香選手がどういう女の子なのか、どういう夢を持ってたりとか、アメリカでどうこうしたいとかっていうようなことを、インタビューしてもらえればいいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。改めまして、皆さんこんにちは、純です。そして今日は西畑萌香選手に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はリンゴルフのフューチャーズトーナメントがあって、萌香ちゃんに出場してもらったんですけど、まあ、その後にこの動画を撮っています。じゃあ改めまして自己紹介お願いします。はい、プロゴルファーの西畑萌香です。出身は大阪で、2017年にプロテストに合格して、うん、それからずっとステップアップツアーに出てます。はい結構前から見てくださってる視聴者さんは、もしかしたら萌香ちゃんのことを覚えてるなっていう人いると思うんですけど、2年か3年ぐらい前に ECC のステップアップで、その取材の前に北六甲を回るっていうのがあって、その時に萌香ちゃんに出てもらって一緒に私がラウンドしました。なので、あ、今回もフューチャーズトーナメントで萌香ちゃんのところについてるんですけど、もうかなり前の動画も見れるので、ぜひ検索してみてほしいなと思います。はい、はい、萌香ちゃん、じゃあどんどんと質問していくんですけど、はい、萌香ちゃんはすごいちっちゃい時からゴルフやってると思うんですけど、はいはいはい、同期のプロは誰がいますか？同期、受かった年の同期は、勝みなみちゃんとか、あとは畑岡奈紗ちゃんとか、小祝さくらちゃんとか、黄金世代のが同期ですね。はい、有名どころばっかりですね。そうですねで今もすごい仲いいんですか？そうですね、仲いいです。はい、じゃあこういうことをしてるよとか、今ここにいるよとか、そう、連絡とかとか、はい、取ってます。へえ、じゃあ海外とか、そう、アメリカ行ったら会ったりとかするんですか？ NASA は結構アメリカ行ったら、うん、一緒に練習したりとか、はい、しますね。はい、すごい、なるほど。竹内さん大丈夫ですか？なんか、ね、俺が入るのそれ一緒にご飯食べてよねとか、なんかそこは入れてください、ちょっと。あ、そうなの、うん、ね、話広がるから、はい、一緒にご飯食べたいねっていうか、あ、食べたんですよねって。あ、違うんですか？あ、それまた別の子でしたね。ゆいちゃんだよ。あ、そう、ガモとゆいちゃん、ゆいぴ
ゆいぴーでよ。ゆいぴー。ゆいぴー？ゆいちゃんとは、うん、だから焼肉食べた。あ、川本ゆいちゃんと、うん、と一緒に焼肉食べた。焼肉食べました。なるほど。でも、萌えかとも焼肉食べました。あ、同じところで。同じところで。萌えかちゃん、日本での活動状況は、はい、および戦績などを教えてください。そうですね、基本的にはずっとステップを4年ぐらいかな、もう出てて、最高成績は2位が何回か、まだ優勝してないんですよ。そうなんだ。だから優勝したいですね。今年も一応出る権利はあるんで、もし出れたら、はい、はい、優勝したいです。それいつあるんですか？初戦は日本は3月の29から福岡からスタートしますね。ステップ2回優勝すると自動的に LPGA に上がれるとかっていうシステムはないんですか？ないです、ないです。そういうのはないです。はい、なるほど、はい。ちなみにゴルフを始めたきっかけ、また目標にしているプロはいますか？きっかけはおじいちゃんがやってて、私いとこがいるんですけど、そのいとこの子と一緒に始めてって感じで始めていって。何歳の時？6歳です。はい。それで？それで、いとこもずっとやってて、あのステップアップも出てた時期もあったんですけど、今はなんかレッスンプロしてるんですけど、そのいとこの子は。それで目標とする人はなんかいないですなんか結構聞かれるんですけど、 まあそうですね、あんまりなんか思い浮かばないです、はい、イメージがね。イメージが、はい、まあ、自分が目標とされるみたいな。そうですね、自分もプレーしてるんで、まあ、確かにそうだよね、はい、そうですね。なんて言ったらいいんですかね、そういう時はね、いないです。いないですいませんでしたはい、どんどんいきます、はい。西畑選手は、はい、昨年 USLPGA の QT に出場して、はい、そうですね、1次予選を突破して、はい、残念ながら2次で通過予選できませんでしたけど、はい、通過できない選手の中でも、はい、上位だったの で、 そうです、ね、今年の USLPGA の下部ツアーであるエプソンツアーに出場権を得ることができたということなんですね、はいはいはい、そうです。どうして日本のステップツアー、ステップアップツアーより賞金移動など条件の厳しいアメリカツアーに挑戦しようと思ったんですか？はいはい、そうですね、アメリカでプレーするのは小さい時から夢で、そうです、前のね、はい、時はずっと行ってた。そうですね、覚えがすぐあります。でずっと行きたいと思ってたんですけど、うん、コロナとかで QT がなくなったりしたんで、それでもここしかないと思って、去年、もう若いうちに行きたいと思って受けました、うん、年間何試合あるんですか？20試合ですね、今年は。それは多いんですか、うん、いや、ね、日本のステップアップツアーが今年17試合なんで、まあ日本よりは多いですね。なるほど、なるほど。アメリカは広いので移動が大変だと思うんですけど、その辺は何で、レンタカー？そう、基本飛行機のレンタカーですね、はい、へえ。じゃあレンタカー、飛行機、宿の手配など全て自分で、そうですね、やられる、はい、はい、もうそれすごいお金かかりますね、1試合、ね、じゃあかかります。なんか、うん、レンタカーも日本やと普通に借りれるんですけど、うん、向こうは25歳未満やったら保険がめちゃくちゃ高くて、うん、だから5日間借りるだけで、まあ、1000ドルぐらいして、そっから宿泊代と飛行機で多分3000ドルぐらいですかね、1週間。30万ちょっとですね、日本円だと、はい、結構かかりますね。そうですね、はい。このエプソンツアーで賞金ランキング上位10位に入ると、はい、来年の USLPGA の出場権が得られると。そうです、はい、はいはい、でまた11位から35位以内に入れば、はい、今年の USLPGA のファイナル QT に出場する権利が得られる、はい、ということなんですけど、はいはい、萌香ちゃんの目標は？目標はトップ10です、やっぱ。トップ10、かっこいいですね、はい、上に上がりたいんで、はい、確かに、はい、かっこいい。それをリンゴルフで終える、しかも萌香ちゃんが自分で撮るのがいいですよカメラマンとかしてる今からやってくれるってことだよね、はい、すごいね、リアル感があってね、いいですね、はい、ということでリンゴルフではそんな萌香ちゃんにリンゴルファミリーになっていただいて、エプソンツアーの活動状況をリンゴルフで放送応援しようと思ってます。はい、はい、
リンゴルフファミリーとして今年1年頑張りますので、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。